皆さん、こんにちは。今、大阪駅前の歩道橋に来ています。今日はどこに連れて行ってくれるのですか？今日は阪急フェリーを使って九州のある場所に行きますよ。え、いきなりのフェリー、大丈夫ですか？心配しないで大丈夫だよ。実は私、阪神電車の大阪梅田駅、初めて来たんです。どんな駅なのか楽しみ。私も初めて来ましたけど、とても綺麗な感じがしますが、最近改装工事したのでしょうか？去年の3月に工事が終わったらしいです。だから綺麗なのでしょうね。広い空間に幅の広いホームがあって、左右方向の空間は開放的ですが、上下の空間が狭いので、圧迫感を感じるのは私だけでしょうか？これから阪急フェリーの送迎バスが来る阪神御影駅に向かいましょう。特急で25分です。大阪梅田駅は終点ホームなのですね。南海難波駅や阪急梅田駅と同じような駅ですね。そうです。正式には、東端式ホームという駅の形です。さあ、出発進行、いよいよ、旅のプロローグの幕開けです。阪神、大阪梅田駅を出発し、少しすると地上に上がります。阪神電車だけあって、タイガースのマークが入ったプラカードがぶら下がっているね。淀川橋梁を渡り、阪神御影駅を目指します。阪神御影駅に到着しました。ピカピカのジェットシルバーという名の車両が止まっていますよ。今調べてみましたら、ジェット機のような加速からこのジェットという名前が付けられたそうです。乗車してきた特急をお見送りしました。またね。これが阪神電車の御影駅です。ここから歩いて、阪急フェリー連絡バス乗り場へ移動いたします。到着しました。平日なのに案外人が多いのにはびっくりしました。だんだん阪急フェリーに近づいてきましたよ。楽しみすぎて、そわそわして落ち着けない私がいます。六甲アイランドのフェリーターミナル行きのバスがやってきましたよ。六甲アイランドに行く橋を渡ると、まもなくフェリーターミナルです。この橋を渡るとフェリーターミナルがあるんですね。どんなフェリーなのかとても楽しみ。あれがフェリーなの？煙突に三つ関数のマークのようなものが見えるけど。そう、あれが今日乗船する阪急フェリー摂津だよ。初めて見ると大きさに圧倒されるよね。もっと目の前で見るとすごいので後で見に行こう。うわ、なんかドキドキ感が半端ないよ。鉄道より私はフェリーが好きかもしれない。これが今日乗船する阪急フェリー摂津。すごいね。この大きなフェリーで旅ができるのが夢みたい。私も初めて乗船した時はあまりの大きさにびっくりしました。船内を見るともっとびっくりするから楽しみにしておいてね。
ねえ、何この可愛い猫とフェリーが混じり合ったキャラは？これが船子だよ。私も好きなキャラなのです。船子がいるから阪急フェリーが好きなんです。船子のボードが可愛い。今チケット見たけど、スイートなの？うん、せっかく初フェリーなんだから奮発してスイートを撮ってみました。さあ乗船しますよ。人道橋を渡って船に乗り込みます。いざ出陣。3階ほどの高さがあるみたいだけど、こんな風にフェリーに乗船するんですね。フェリーと人道橋がドッキングしている。窓からフェリーが見えているよ。ドキドキしてきた。乗船まであと少し。乗船できました。ここが入り口なんですね。どんな感じなのかな。さあ船内に入りましょう。ウェルカムとお迎えです。三層吹き抜けのエントランスはいつ見てもいいな。色使いも阪急フェリーは可愛い。何これ、フェリーの中がこんなことになっているなんてびっくり。ホテルみたい。部屋に行くよ。エレベーターで5階から7階に移動です。スイートの入り口には扉があるから、エントランスで騒がしくても静かなのがいいです。なんか高級ホテルみたいな廊下ですね。どんな部屋が待っているのか楽しみだな。今回はスイートでも船首側にあるロイヤルの横で、エンジンから一番遠い場所なので静かで振動が少ないと思うよ。そんなことも考えて一番端の部屋を取ってくれたの？嬉しい心遣いありがとう。やっぱり初めての乗船だしね。けどこの部屋に入ると他の安い部屋に戻れなくなりそうなのが心配。701号室に着いたよ。去年乗船した時はカードキーだったけど、改造され QR コードに変更になったみたいです。チケットの QR コードを透明の四角の部分にかざすと青いランプが点灯し、ロックが解除されます。何この部屋、思った以上というかそれ以上。こんな贅沢な部屋をありがとう。すごいね、フェリーの中にいるようには思えない。まるで高級なホテルの一室みたい。喜んでくれたみたいでよかったです。船子たちが東神戸大橋を眺めています。机のある場所にケトル、ドライヤー、コップ、お茶、そして船子のウエハースが置かれていました。すぐ食べちゃいました。その下には冷蔵庫があり、生茶とミネラルウォーター各2本入っていました。これは嬉しいサービスです。クローゼットにはハンガーが4つありました。その下にはスリッパ、歯ブラシ、お持ち帰り可能な船子のタオル、浴衣、羽織、バスタオルがありました。最後に一番下の棚にはブランケットが付いていました。部屋にあるユニットバスを見てみましょう。TOTO ウォシュレット、そして洗面台、バスタブがとても綺麗でした。ボディーソープ、シャンプー、リンスもついており安心です。まだ出航まで時間があるようなので、船内を探索したいと思います。途中に給湯器と冷たいお水が出る冷水器もあったよ。これもあれば便利だけど、
スイートには生茶2本とミネラルウォーター2本あるからいらないのかもしれません。7階からエントランスを見ると真ん中にエレベーターがあって両端には階段が配置されているんですね。7階には展望ロビーもあります。壁に歴代の阪急フェリーの写真も飾られていました。7階に半円になったガラス張りのデッキが一望できるところにソファーがあり、ゆったりとできます。6階のレストランにやってきました。船子のコックス姿が可愛いです。まだ営業されていないようです。レストラン内はとても雰囲気が良く、真ん中に円になって座れる席もありました。あちこちに船子がいっぱいいて、とても可愛らしいです。私も船子のファンになってしまいました。ほんと船子が可愛いよね。去年乗船した時より増えている感じがします。6階の船首にある展望ロビーに行ってみましょう。どんな感じなのかな？船首ということは全面展望なのかな？この扉が展望ロビーです。さあ、入ってみましょう。真っ暗だね。外の方が明るい。夜間の航行では、船首の窓から光が漏れるとダメなので、部屋を真っ暗にしているんですよ。記念撮影もできるスペースがあるんですね。衣装まであって凝っていますね。撮影スペースの隣には記念スタンプコーナーもあるね。記念に押していきましょう。船子のスタンプが可愛いですね。そろそろ出航時間の18時30分なのでデッキに上がってきました。タグボートさんが出航のお手伝いに来ています。あんな小さな船がこんな大きなフェリーを手助けするのがすごいね。少し岸壁を離れたみたいですよ。後ろには大分行きのサンフラワーがいました。その後ろは神戸の夜景です。フェリーターミナルからゆっくりと離岸し、ターミナルからスタッフの方々が手を振ってくださり、それに応えようと手を振る人たち。こういうシーンはなんかいいですよね。皆さん、新門島で12時間の船旅を楽しんできます。行ってきます。私も行ってきます。お腹も空いてきましたので、船でのイベント、夕食に行くぞ。行きましょう。夕食が船内で食べれるの嬉しいな。船子が鉄板焼きを運んでる。ねえ、鉄板焼きメニューにしましょうか？どうかな？うん、いいですね。私はステーキが食べてみたいな。まずは、手洗いをしっかりとしましょう。そうですね。手洗いは重要事項ですよ。まずはトレイを取ってね。阪急フェリーのレストランはアラカルトで選べるのがいいのです。いっぱい種類があって迷ってしまいますね。けど鉄板焼きはスタッフに頼むので迷わなくていいです。お水やグラスはセルフサービスなので取りに行きましょうね。
消毒液のボトルの後ろにも船子が消毒しましょうと言ってますよ。皆さんもちゃんとしましょうね。僕の座席を選ぶこととしました。あとは鉄板焼きが届くのを待つことにします。来ましたよ。うわ、美味しそう。ジュージュー言ってるし、もう音だけでも美味しい感じがする。食欲がそそられる音が何とも言えませんね。ステーキ美味しそうだな。これは後で一かけらちょうだいね。それではいただきます。美味しい。私も鉄板焼きですが、こちらはホルモン焼きです。完食です。ごちそうさまでした。こちらも絶品でした。乗船なされる方は一度食べてみてください。ホルモンが柔らかくて本当美味しかったです。ステーキは思ってたほど硬くなく、美味しいステーキでした。ごちそうさまでした。5階にある売店に行ってきました。関西と九州のお土産がいっぱいあるので、買い忘れても安心です。船子の可愛いクッション欲しいな。けど結構なお値段がするので、今回はやめておきます。船子のクッキーと船子のネジチョコを買いました。家で大事に食べます。売店前にパンが売っていますので、人気のパイシューとバタークロワッサンも買いました。予約しておけば朝焼きたてをいただくことも可能です。明石海峡大橋の通過時間だ。急いでデッキに来ました。橋の形にライトがついているよ。あれが明石海峡大橋だよ。それにしても今日は風は強いし、めちゃんこ寒い。デッキには寒いのにたくさんの人が見に来てるね。さすがフェリーイベント。もうすぐ真下に来るよ。フェリーでしか体験できないので、皆さんもぜひ阪急フェリーに乗船して見に来てくださいね。今夜は満潮時間ということもあって、ファンネルが橋に当たりそうなぐらいギリギリに見えました。当たらないように考えられていると思うけど、見てる方は怖かったな。明石海峡大橋さん、またね。5階のキッズルームは潜水艦に乗っているような気分になれるように作られているみたいです。最後に潜水船子が登場です。隣にはゲームコーナーがありました。クレーンゲームに船子のクッションがあるではないですか。けどどう見ても取れなさそう。せっかくだからこっちのクレーンゲームに挑戦してみるね。残念、失敗です。同じ5階にマッサージチェアがありました。
フェリーでは定番ですね。そうなんですね。けど利用する人いるのかな。自動販売機コーナーもありますね。お酒、ソフトドリンク、カップヌードルがありました。カップヌードルが高すぎる感じがします。もちろんアイスもありましたよ。けど今回はやめておきます。これから次のイベント、瀬戸大橋までは時間がありますので、スイート部屋でゆっくりとくつろぐことといたします。乗船してバタバタしていたので、ゆっくりしましょうね。部屋に戻ってきました。手を洗おうとしたら、船子と節子がいましたよ。ベッドの上に、ミケヤン、船子、節子、ゆいちゃんが仲良くいました。ゆいちゃんは東海汽船のキャラですけどね。先ほど売店で買った船子クッキー、船子仕様のネジチョコを自分用の土産に買ったのですが、少し食べちゃいました。船子たちはフェリー内を探索するために作戦会議中です。船子たちと船子のお持ち帰りタオル、今回は靴下まで船子という船子尽くしです。先ほど買ったパイシューとバタークロワッサン、そしてお部屋にあったほうじ茶でいただきます。22時45分頃に瀬戸大橋を通過するので、寒いけど頑張って撮影してきました。けど真っ暗で橋の存在が分かりづらく、うまく動画が撮れなくてごめんなさい。本当だね。せっかく頑張って撮影してきたのにね。次乗船するときにうまく撮れるといいね。そうだね。うまく撮れるように頑張ります。それにしてもフェリー全く揺れないね。もっと揺れると思ってました。瀬戸内航路は風が強くてもいつもこんな感じなので、揺れはほとんどないです。明石海峡大橋もそうだったけど、瀬戸大橋の方が橋とファンネルがギリギリでした。これならファンネルに登って手を伸ばしたら橋に届きそうな気がしました。そういう発想ができるのは羨ましいような気がします。なんか恥ずかしいな。瀬戸大橋さん、また会おうね。緑のランプなので空いているみたいだし、お風呂にいたしましょう。そうしましょう。お風呂でゆっくりした後、6階レストランの一部が開放された場所でゆっくりしました。誰もいませんでしたが、使ってもいいことを知らない人も多いようです。営業時間内にはゆっくり撮影できなかった場所ですが、レストランの出口には船子がいっぱい貼られていて、
船子好きにはたまりません。日の出前に起きたいので部屋に戻って寝ることといたします。6階から部屋のある7階へ移動です。一番端の部屋なので移動は大変ですが、静かなので寝る際はとてもいいです。部屋に戻ると船子たちが寝ていました。おやすみなさい。おはようございます。船子たちの寝相が半端なく悪いけど可愛い。6階レストランに朝食を食べにやってきました。朝6時からの営業です。まだ外は暗いですね。朝食を食べに来た感じがしないです。看板にはグッドモーニング、これで朝の雰囲気をアップさせます。何にしようかな。朝は食欲があまりないので、私はおかゆセットにするね。いただきます。私は朝からお腹が空いていたので、サバの定食にしました。いただきます。完食です。ごちそうさまでした。まだ日の出の時間まで少し時間がありますので、6階の展望ロビーでも行くこととします。さて、入りましょう。選手なので、光が漏れないようにカーテンで仕切ってあります。カーペットには花火のようなデザインがあしらわれ、夜空に花火が上がっているような感じがします。結構明るくなってきましたね。空模様はどうも曇っている感じがします。船子たちも曇っている空を見てがっかりしているようです。雲が多いですね。これでは日の出を見るのはきつそうです。せっかくなので、7階のデッキに行ってみましょう。左側は雲もなくいいのですけどね。日が昇ってくる方は雲で覆われていて、今日は残念ですが日の出は見れそうにないです。数人の方がデッキに日の出を見に来ていました。空にはそんなに雲もないんですけどね。そろそろ戻って下船の準備をしないとね。仕方なくデッキを去ることにしました。うわぁ。スイートの窓汚すぎて、綺麗に撮れない。せっかく他のフェリーがいるのに、やってしまいました。泉大津から泉が先に新門司港に入港しています。前から思ってたけど、泉のファンネル、どうしてあんな形しているんだろうね。汚れにピントが来ちゃって見にくい画像になってしまいました。新門司港フェリーターミナルに着いたという感じだけをお届けした形でお許しください。さて、下船いたしましょう。スイートのお部屋ほんと良かったなぁ。音、振動とも少なく快適でした。もう少し痛かったです。7階から降りる前に太陽が出ているかどうか、再度、デッキに見に行くことにしました。太陽が顔を出しているではないですか。もう見れないと諦めていたのに、これは嬉しい。下船は悲しいけど、また乗船しに来ますからね。ありがとう、セッツ。またね。乗船するときは人道橋はテンションアップだけど、下船するときの人道橋は寂しいよね。船子たちとはお別れだね。寂しいけど、仕方がないね。船子も悲しんでいるみたい。セッツ、そして船子、また会える日までお元気で。建物が立派すぎないですか。これはまるで平城京のようです。フェリーターミナルには絶対見えない。新門司港から連絡バスで JR 小倉駅へ向かいます。
約40分ほどかかります。セッツと泉が仲良く並んでいる姿もいいね。JR 小倉駅に到着です。39の車掌さんを見ると小倉に来たんだなと思ってしまいます。今から門司港へ向かいます。小倉駅にも阪急フェリーの宣伝に船子が出ていました。小倉から門司港までは14分280円で移動できます。おっとっと、こちらまで来ると思ったらあんなところで止まったよ。門司港に到着です。レトロとは聞いていましたが古い感じが伝わってきそうです。阪神電車大阪梅田駅もそうだったけど、こちらも投炭式ホームですね。九州鉄道起点の門司港駅で鳴らす旅立ちの鐘です。鳴らしてみます。改札口を出ると天井の高い歴史を感じさせてくれそうな構内がとてもいいです。門司港駅の構内にスターバックスコーヒーがあるよ。少し温まっていかない？え、温まっていかないと言ってるのにアイス、寒くなっても知らないよ。私は温かいミルクにします。門司港駅にあるファミリーマートは茶色のラインなのです。レトロ感を出すためなんでしょうね。現役の駅舎で重要文化財指定を受けているのは門司港駅と東京駅の駅舎だけだそうです。歴史的にそれだけすごいということですね。関門海峡にまたぐ関門橋が見えていますね。ちなみに鉄道は海底トンネルで結ばれています。今渡ってる橋は羽橋という橋で、恋人の聖地とも言われています。さっきのは根橋が上がっているよ。一日に6回開閉します。右側にあるレンガ造りの建物は旧門司税関です。待ちに待ったお昼ご飯の時間です。カイトというお寿司屋さんです。回転寿司ではなく前で握ってくれます。左からイワシ、本マグロ、ブリトロです。ほんと美味しかったです。門司港には幸せの黄色いバナナのポストがあります。ここから絵はがきでも出したいですね。もうすぐ春ですね。桜が咲いていましたので撮影してみました。1940年に製造された路面電車が門司港レトロ地区に保存されていました。ボロボロでした。かわいそうな気持ちになってしまいました。今回の動画はこれで終わりです。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？もしよかったなぁと思いましたらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。